アストリパンツの輸入販売元、JIN の鈴木でございます。今回は、アストリパンツとショーラーの生地について、ご説明させていただきます。アストリ社はヨーロッパアルプスほぼ中央にあるオーストリアチロル州の州都インスブルックの近くにある約70年以上のある歴史のあるパンツ工場でございます。パンツ工場と申しましてもたくさんございますが、アストリパンツの特徴はベーシックな形およびショーラーの素材を使って、ヨーロッパ特にドイツ語圏で販売しております。日本には約12年前に紹介されまして、今までの間に皆様に大変ご支持をいただいておるパンツでございます。続きまして、ショーラーファブリック、ショーラー生地についてご説明させていただきます。ショーラー社はオーストリー隣にあるスイス本社を持つ1800年代後半に出来上がりました特殊ファブリックメーカーでございます。特殊ファブリックと申しますとストレッチの生地および、ファイヤーマンやなんかで使う耐火性の生地、それとかオートバイウェアなんかにある耐摩耗性の生地、そのような特殊な素材を作っているファブリック工場でございます。特にアウトドア関係ではストレッチ生地がですね世界で一番最初に作られたメーカーでもございます。1985年にオーストリーのピーター・ハーベラーという登山家がエベレストを登頂するときに開発されたファブリックがただいま展開しておりますショーラーのストレッチライトでございます。ショーラーは素材はたくさんございます。その中でショーラーのタグがございまして、その上に生地のカテゴリーの名前が出ております。これによっていろんな区別ができます。ただいま展開している日本で展開しているアストリ社のファブリックは特にストレッチライト、特徴は 30% 以上のストレッチ性、それからダブルフェイスといわれる1枚の生地で表がない、肌に当たる部分がコットンという、生地の構成になっております。特にナイロンに当たる部分は超撥水がかかっております。外側で雨をはじき、肌に当たる部分は湿気を湿度を取るというようなあれで、特に今日本のこの夏には最適な素材だと考えております。それと女物の M で約 280g と非常に軽いですから、軽くて伸びるストレッチになって、でなおかつ肌に当たる分がコットンと非常に快適なパッツを作っております。続きまして、ショーラーの素材でダイナミックという素材を説明させていただきます。先ほどご説明いたしましたストレッチライトという生地は表なナイロン裏コットンというダブルフェイスなんですけど、ダイナミックの生地っていうのは表も裏も同じシングルフェイスの素材になっております。ただし同じことはストレッチ性がやっぱり 30%、 これは 2way 縦横とも伸びてきます。それと非常に薄い素材でシャキ感がございまして、これも特に日本の夏には最適です。この生地を使ったパンツにゴーイングっていうのがございまして、これは女性用でございますけども、ウエストがオールシャーリングで非常に着脱がしやすい
パンツと言います。もちろんこの生地においても撥水最低の生地のポテンシャルっていうのは持っております。ぜひともストレッチライト、ダイナミック、この2つの生地をよろしくお願いいたします。